ディオゲネス・ラエルティオス、ディオゲネス・ラエルティオスは3世紀前半頃に活躍した哲学者やギリシア哲学者列伝の著者として知られる。本来の長母音を省略せずにディオゲネス・ラエルティオスとも呼ばれる。その名前は古来からいろいろな表記がされていて確かなことがわからない。ラエルティオスというのは字であるという説もあればキリキアのラエルテという地名であるという説もある。 その著書、ギリシア哲学者、列伝十巻は、多くの逸話と哲学者たちの小説を合わせて記述した、古代ギリシアローマ哲学についての貴重な資料である。資料の抜き書きを行い学説よりも面白おかしい、逸話や貴重な原稿への好みが現れた、列伝の性格から、著者の面影を察することができる。ラエルティオスは、自殺には、好意的に、 傍院に非常な像を抱き、無心論者を避難し、霊魂不滅を信じていると言ったのは、ニーチェであった。古典学者パトリッティは、ディオゲネス・ラエルティオスが、いかなる人物で、いかなる時代に、またいかなる境遇のもとに生きたかは誰にも知られて、いないが、彼はこれによって、哲学者たちの偉大さを明らかにしたのでもなく、後世に、彼らの学説を伝えたのでもなく、 むしろその書物を美しく飾ろうとして、その電気の中に自作のエピグラムや悲鳴文を挿入したのであるという。電気を多く書いた英文学研究者の中野義雄はナエルティオスの選んだ逸話の無類さを褒めている。ありがとうございます。